ね、反応があるかどうかというのを確認するために近くによって肩を叩いて呼びかけます。名前が分かっていれば名前を、分からなければもし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 という形で耳元で呼びかけます。もしもし、分かりますか、どうしましたか。この時反応がないと、表情が変わったり、あるいは体の動きがないと、あるいは、だらっともう表情がないと、もう寝てるような状態ですね。そういうような状態、痛み刺激を与えて反応を呼びかけても全く反応がないという時には、すぐに周りの人に助けを呼んでください。誰か来てください、119番で救急車呼んでください、勝谷さんお願いします、あるいは近くに AD があったら AD 持ってきてくださいねというふうにお願いします。でもう一人の実際自分はこれから応急点検を行っていくんです。で反応が なければすぐに助けを呼んでください。助けを呼んだ後に、この方は意識状態が非常に悪いということですから、空気の通り道をつけるために気道の確保という操作を行います。頭側の手を額に乗せて、こちらの足側の指2本で顎を上に上げるようにします。そうしたら喉の奥の下の根元がきれいに上に上がって空気の通り道がつくと。意識のない人はこの下の根元が落ち込んで息したくても詰まってしまってできないというようになるので、それを改善するために空気の通り道をつける気道確保という操作をします。そして人工呼吸を2回、気道確保した後にこの人は息をしているかどうかということを確認する必要があるんですね。ですからこの人の口元鼻元に顔を近づけて、目では胸の上がり下がりを見ます。そして頬では息の流れを感じ取ると、耳では息の音を聞き取ると、見て聞いて感じてということで、気道の確保をしたまま呼吸のありなしを確認します。呼吸がなければすぐに人工呼吸を行います。鼻をつまんで大きな口を開けて、この倒れている人の口を覆いかぶさるまで口を大きく広げて、胸が軽く上がる程度、約1秒で息を2回吹き込みます。やってみます。これがまあ人工呼吸になります。ただ怪我なんかで倒れた場合で、この方の口のところに出血があったり、あるいはちょっと人工呼吸するのに抵抗があるなという方は、この人工呼吸というのを割愛して次にやります胸骨圧迫だけでも十分効果がありますので、まず人工呼吸した後には胸骨圧迫、あるいは人工呼吸に抵抗があるときはすぐに胸骨圧迫で、胸骨圧迫というのは心臓マッサージ、ちょうどここ胸の真ん中に大きな骨があります。これを胸骨と言います。その真ん中ですね、乳頭と乳頭を結んだ真ん中のところに手のひらの根元を置きます。そして真上、だいたい成人8歳以上の、成人と体格の大きな子供さんも含んででしたら5センチぐらい押し込みます。センチで分からなければ、この胸の厚みの3分の1ぐらいを押してください。骨折するんちゃうかなっていう、なんかそういうのありますよね。でも大概の人は押しても弱いという傾向がありますので、ちょっとやってみますね。十分に押してください。で1分間に100回のスピード、これぐらいのスピードで30回します。先ほど人工呼吸を2回しました。あとは心臓マッサージを30回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3、2、3、4、5、6、7、8、9、10、30回の後はまた先ほどの人工呼吸を2回やります。1、2というかね。でこの間に AED が到着すれば、先ほど AED の蓋を開ける、あるいは AED の電源を入れる、そしてパッドを貼って AED の指示に従ってボタンを押していただく。電気ショックが必要な時には電気が流れますけども、心細動の状態でなければ当然電気は流れません。
ですから震災の状態なければ、震災の状態でないときには今のような人工呼吸と心臓マッサージをずっと救急隊が到着するまで繰り返してください。以上になります。あと注意しなければならないことですけども、実際 AED はですね、1歳以上の方にしか今は使うことができません。非常に電気量が大きいということで。